容姿端麗なその風貌から早々に助演級の役を獲得しており、オールザ・キングスメンで、ブロデリック・クロフォードの息子役を演じたほか、暗黒への転落では、ハンフリー・ボガートの相手役、謙虚、ロビンで、ロビンフッド役など、またさらには1956年の映画、10回で、ヨシュア役を演じた。1951年。 レフトルストイのまた名で女優のパティ・ベアーズと結婚。二人の子供を設ける。監督、脚本家としても、作品を残しており四人目の妻ボーデレックが主演する4作品で、監督を務めた。しかし、そのほとんどは、ラジー賞を賑わせるほどの評価しか受けておらず、晩年は、ボーデレックが主演する映画以外で監督を務めることも、なかった。 1990年のゴーストラブが最後の映画監督作品。その他に歌手シャナイア・トゥエインの楽曲フーズ、ベッド・ハブ・ユア・ブーツ・ビーン・アンダーとエニーマン・オブ・マインの2曲でミュージックビデオの監督を務めた。ありがとうございます。